東京オリンピック開幕まであと5日。県内で事前合宿をしている各国の代表チームがそれぞれ練習を公開しています。今朝、牧之原市でアメリカのサーフィンチームが練習を公開。感染症対策で入場制限された静波海岸で金メダル候補のカリッサ・ムーア選手らが日本の波の感触を確かめていました。三島市では同じくアメリカの男子バレーボールチームが日本代表と練習試合を行いました。ウォーミングアップのみの公開でしたが、両チームとも迫力あるスパイクをコートに打ち込んでいました。浜松市では柔道のブラジル代表も練習を公開。体育館に敷かれた畳の上で入念に体を動かしました。沼津市ではカナダのフェンシングチームが合宿中です。おとといの練習では黒い防具をつけたコーチと基本の動きを確認したりして本番への緊張感を高めていました。コロナ禍で行われる前例のない形でのオリンピック、いよいよ開幕が目前に迫ってきました。